はい、花。花。花。なんだ、また入るんだ。すげえ、でち込んでもよかろうに。感情奉行。ご報告がありますけど。え、何それ、それ。え、カボスカンパニーの経済は大丈夫でしょうか。また凍ったんな。で、火の車でしょうか。火の車通り越しちゃうんじゃねえんだ。お、ほら、花ちゃん。花も、ちょっと、花、怒って。これ、やろう。花、一言、花、ワンチューちゃって。ご報告。カジカジしよう。怒るようで。カジカジ。ご報告が。それ、どうした？え、どうした？どうした？アマゾンじゃない。またえ。なし、そげんところじ、また。なあ。また買い物をするかな。それ何？マフタチ会長じゃん。これな。うん、いや、あの、理由があるやん、理由が。うん。理由を聞いて。聞かんけどいいよ。みんな今の時代な、うん、もうマキタマキタや。ああ、やけんな、やっぱどんなもんかっていうのな。そう、やっぱこう肌で感じちゃおかないかんやろ。あれ、マキタ持ってなかったんかな。マキタ持っちゃねえ。あ、そういうこと。そう、ああ、やけんな。で、あとな、もう一つはその純子さんがな、うん、ちょっとあのハスクバーナーが重たそうやけん、うん、これやったらどうかなと。え、私のために。そうで、そうな、そうで、そらそ、そら悪いちゃ言われんわな。やろ、うん、うん、だけど銭はねえで。勘定奉行、そこをなんとか。うーんと、まあ、もう油断も隙もなく相談もなく買う人やな。しとめんちやつやな。花怒っちゃって。まあ、じゃあ開けてみよう。あ、まあ、開けたら気分が変わるかもしれんやん。私のためとか言いよんのもどこまでどうかわからんけど。まあ、ほんなら見てみましょう。はい、はい、じゃあ開けてみましょう。はい、はい、じゃあ開けてみよう。マキタといえば、いや、これあのもうマキタのレビューは、うんうん、もうわさびチャンネルさんに任せようからいいと思うよ。そうそうそう、そう、もうレビューはな、な、うん、やけんもうどんなもんかっちゅうだけ。そうやな、初マキタ。そうそうそう、どんなもんかっちゅうだけ。はいはい、はい、ハスクバーナーの、うん、あの電動も良かったんやけど、まあマキタもどうかっていう、うんうんうん、ハスクバーナーはあのむつみちゃんが持っちゃってある程度こう使った感想は分かるんやけど、うん、まあ、まマキタはどうかなって、うん、これチップ層、よく分からんだけどな、チップ層だ。はいはい、チップ層。はい、開けてみよう。うん、開封せないか。え、よかろ。何そんか、開封せな、見られんわ。えなんか全然開…そうや。え、あ、開封の儀があるやん。あ、儀な、うん、どっちでもいいわ。マッチョの人おらんやろ。どげでいいよ。どげでいいわ、はい、見せよち、はい、あ、儀。これはもうあの大容量じゃなくてモデルが MUR の 191LDZ、 ようわからんけど、うん、そういうやつ。それはわさびチャンネルさんに聞こう。うん。割と今安いんやな。へえ。安いっても、まあ充電器セ、充電器とセットやったらエンジン式と変わらんぐらいするわ。はい。で、いくらやったの？いや、よう分からん。内緒やな。え？内緒やな。領収見てください。これでも楽しいさま巻きたこうちょったな。多分楽しいさんと一緒のやつかもしれん。ああ、なるほどなるほど、うん、これ何が入ってんの。焦げ心いらんわ。なんで。いらんわ。どこで投げちょん人にはいるわ。軽トラン足元とか投げちょうじゃん。袋に入れちょか さっぱりするわ。そりゃそうじゃな、うん、あんたマキタも考えちょ。な、殴るしな、うん、これベルトじゃん。焦げカバーいらんわ。いるやろ。いるんな。やっぱメーカーとしては当然よ。あ、そうだな、メーカーとしてはな、うん、これは、あ、カバー。はいはい、カバーと、メガネ。え、ハスクバーナのメットかぶってマキタ振り回すやつ、うん、そうじゃん。それはちょっとおかしいな。しい、私がよく言うあのキリンビールに朝日のコップで継ぐあれは良くないっていうのと一緒な、うん、とか言うとまたマキタグッズを揃え始めるんか。そういうことはね。わさびチャンネルさんにお下がりもらいよ。あ、わさびチャンネルさんな、うん、違うんで、マキタの動画やけどな、ファッションはハスクバーナーで。あら、
おしゃれ、おしゃれなんだよ。あ、そうやな、うん、男前やしな。社長も頑張ってください。もう男前にはならんわ、これ以上かからんで。ちょっといじくりな、いじくんな。だからこげん変わったチップスが入っちゃう。あら、綺麗なあ、うん、綺麗だったら最初だけじゃん。そりゃそうやな、忘れるけどな、うん、これはな、分割型、うん、どげになっちゃうんです。よし、これと、うん、あとこれ元やな、うん、で、この U 字ハンドルじゃなくて、うん、U 字で、俺の U 字じゃねえんで、誰も分かっちゃう。これこうするやつやわ。説明書を見らんじするけんだな。うんうん、さあ、違う違うち悪かしに、うん、もう説明書見るのかな、うん、目が遠いじから分からない。あれだもん、はめるのも目が遠いんだね。あ、ここキャップがしちゃう。焦げになっちゃうな、はい、今時の焦げになっちゃう。 おしゃれやね。焦げすとはめ落とすと、こうやってキャップがこうするようになるから。もうこれ元なんでいいんじゃない。焦げじゃな、逆じゃ、こうじゃ、これでいいの。取説見たら、え意外こう、おいさんちな、取説も見らんで、うん、我流にやってな、うん、わやんわやんするんよ。本人はこれは悪いちない、文句言うな。なんかやち、自分がわからない悪いぐらいに、レベルが自分じゃきな。そうそう、忘れちゃうのに聞かない。取説見なっちゃう。え取説見ちゃう。止まるはずだ。これはまたしゃね。えっ、こうじゃ、はい、え、あ、こうか、こうじゃ。やっぱ巻きたな。こうロゴがかっこいいわな。ん？ロゴがかっこいいわな。うんうん。もうこれでいいんじゃない？これつけない。これな。うん。あ、多分みんなからな、違う違うって言われるので。な。そうじゃわ。な。ちゃんとな、取説読んでからしないち。多分豪華ってそうじゃん。でもね、これは焦げじゃん。な、あ、多分できたわ。これでいいと思うんじゃん。多分じゃん。多分な、うん、これないやんか。部品が一個余った。え、こんなんか教えてくれない視聴者さん。取説なし見らんない。目が遠いんじゃん。そういうことな。見るな。いや、見やな、そらあんたすぐ使いたいんやねん。これはなんかナイロンコード切断用のカッター。え、これがなんか内側に、どっかなんかこの辺に来るわ。飛散防止になんかつくんだ。まあ、とりあえずはいらんちこっちゃう。うん、な、うん、なくてもいいじゃん。よし、やってみるで。はい、楽しみじゃ。ちょっとつくうちからまたすぐその辺に投げちゃうね。自分で言うの。ああ、もうガジガジ、もう傷がついた、これ。ああ、ガジ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 。よし、ちょっとやってみるわ。あ、これヘッドが重てえな、結構。やっぱここにモーターがあるけんな。はあ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 、ここにモーターが入っちゃう。うん、やっぱヘッドが重たいな。うん、あ、バランスが相当前。うん、まあ、多分この釣り紐で調整するんやろうけど、ハスクバーナーの方がバランスが取れる。うん、バッテリーつけると。うん、持った感じ。うんうん、で、この持ち手が逆とかいうこと？うん、分からんけど。ちょっと電源入れてみる。あ、これな。1、2、3。これが多分逆回転やん。絡み取りとか言って、絡み取り機能が、うん、取るじゃ線はこれなんじゃ。そういうことな。取れんじゃこれ。天下の牧田で。え、天下の牧田で。いらん機能じゃろ。いやいや、それは必要やけんついちょんだよ。ああ、そうじゃ、うん、使わんうちか線香という体が。自分に言うちょっちから。ちょっと回してみよう。うん、お、めっちゃ静かや。
それは音が静かやね。でな、回すやろ。で、止めるとすぐ止まる。おお、今勝手に止まった？勝手に止まる。惰性でちょっと回るけど、ブレーキはかかってるような感じで、あとどんくらい作業ができるかな。そうやな、10分ぐらいでね。それはなかろ。そうな、カタログ上は1時間何分とか書いてたけどな。さあ1時間はかかるやろ、できるやろでもな、やっぱ今みんなマクタセ使ってる人がやっぱ多いやろ、うん、でやっぱいいんじゃなかろうかっていう。そうやな、うん、うんうんうん、最初から否定するんじゃなくてな、うんうん、試してみらんことにはな。そうそう、分からんけどな、うん、けん、まあ、結構みんないい件こう評判良くて、うん、みんな使えるんじゃなかろうかって思った。それとやっぱりこう今ほら、充電式とかにいろいろ移行していく時でもあるんじゃない、うん、あのもうマキタはエンジンをやめるって、うん、ああ、うん、じゃあもう充電、オール充電式に行く行くわ。電気式に。ああ、なるほどな、はい、うん、あ、やっぱヘッドがちょっと重たい感じだな。うーん、もうこんなんでこう、すればいいかな。うんうんうん、ほんで、ここで、あ、これはいいかな、ここで外せば。あ、それはいい。あ、これはいいな。いちいちこうね、うん、よいこらしょってせんでも。そう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 、これはいいわ。帽子かぶっちゃったりするとな、うん、メットしょったりするとな、うん、一回外さんと悪いやろ。そう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 、うん、あれがちょっと難儀やな、うん、あ、これはいいわ。うんうん、おおおお、なあ行こうか。あ、試し切り、試し切り、はい、楽しみやわ。はい、やっぱみんなな、うん、いいっちゅうけど、うん、もう俺はぶった切るけんもう悪いとこ言おうかと思って。あ、みんながマキタマキタちゅうけん。そうそうそう、なるほどな、うん、もうバッテリーが10分しか持たんとかな。なはずねえちゃんでんな、これはいいわ。そうちゃ、やっぱそれはな、これはな、使い勝手がよく分かっちゃう、うん、これはいい、うん、じゃあちょっとやってみましょう。はい、これだ。チップ層が綺麗。あ、いいチップ層に変えんと悪いってこと。チップ層が綺麗。ああ、うん、まあこれでやってみよう、うこうや、これ詰まるわ、ここ、これ。これさっきなんか絡み防止があったじゃん。あれや、あれはナイロンコード。あ、そういうこと。これ詰まるわ。あ、これは改善せないかも。これ。あ、なるほどな。詰まる詰まる。マキタさん詰まるよこれ。いや、それはあれかな。幅狭いね。これ狭いよ、ほんま。逆にそれつけん方がいいぐらい。うん、つけん方がいいわ。うんうんうん、まあ想定としてこげ伸びた草じゃないんじゃねえの、庭のこうちょっとした草とか。そうじゃ、うん、本格的な本格的な草刈りするやつはもっとグレードのいいやつ使えってことや。そうやな、こうじゃねえな、うんうんうん、俺はもうそういう人を対象にしてませんって言われるわ。そうじゃ、でも思ったのはな、うん、こう枯れ払っていくと最終重くなるやん、うん、で馬力が落ちるやん、うん、でもなんか上げようとするな、ウィーンって、頑張る感があるわ。へえ、そうなんや、うん、頑張る感がある。音も静かね、まあ、音は静かやな、バッテリーやけどな、音は静か、
ちょっともうちょっとやってみる。はい。あ、ほんとやな。それ回転数が落ちていくときに詰まるようにちょこっとやな。いや、たまるんだわ。ああ、そういうことか。やっぱその草丈が長いちょことか。そうじゃん。もっとあの馬力のいいやつ買える。そうです、グレードの高いのをちゃんと払って買ってください。いいでもな、楽じゃわ。うん、音がねえし、振動ないしな。そうやな、楽じゃわ。うん、確かに狩る分は全然問題ねえ。あの、まあこう詰まったりはしたけど、いいわ。ちょっとジョンゴさんやってみよう。私、やってみな。そうな、では、はい、私のために買ってくれたのであれば、そうで、そうで、私の機械やな。そうそう。そうなんや。あんたか知らんけんど、まあ、使ってみましょう。本当で。あ、本当や、重心が前に来る。前な。スクバーナー後ろか。スクバーナーはだいたい重心が取れる感じやわ。うん、確かに重心から行くと前にこう前に飲める感じやな。重さからすると、どうなんかな。重さは多分そのバッテリーの容量もあるんやけど、これもバッテリー1個やけんな。まあこっちが多分ハスクバーナーより軽いわ。でももっとバッテリーが2つつくタイプとかになればあんまり変わらんのかなっていう感じやけど。では行かせていただきます。はい、電源ここ、そうそう、電源を長押しで、はい、で入った入った入った。あ、もうこれで OK。 そう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 。あら、あら早い。では、初マキタやらせていただきます。お願いします。はい、おっしゃる通り、チップ層が切れない。そうやろ、チップ層が切れへん、これ。チップ層の切れがいまいちよくないかな。この付属のチップ層はいかん。ちょっとおしゃれな感じで、白でちょっとこう、女性受けしそうな感じやけど。あれ、これ逆じゃないよな。逆じゃないよな。いや、逆じゃないよ。いや、じゃあ一回ちょっと回してみて。はいはい、止めて。こっち回転やもんな。うん、いや、間違いないな。間違いない。うん、一回頑張ります。あるな。引っかかった。けど最後にピャンチ押し出した。引っかかった時のズレとかあるじゃん。それは多分あれじゃん。そこの R ボタンじゃん。なんかあったじゃん最初。あ、そのためにやっぱ相手なるけんな。そうやってあるんやスイッチや。勝手にパンパン元気出すよ。そうじゃろ、最後な、頑張るわな、最後な。
圧力がかかると。うん。それでそんで R ボタン。あ、飛んだ飛んだ。してないけど最近。あ、飛ぶわ飛ぶわ。飛ぶわ。うん。あれなんでさっき社長がした時はハマったんやろか。うん、知らん。元気やねえきな。もうカレーとともに飛ばになる。そういうことな。うん。え、でも多分これね、私の使い方がいいなと思う。やっぱ私のものや。ほら、うんうん、捕まってもいいやいいや、うん、やっぱ優しく扱ってない、うんうん、あ、いいじゃんいいじゃん、手が悪かった、手が悪かったね。落ち方は一定なのに、うん、勝手にこれ判断して、うん、頑張るよ。ああ、電気やけんそれで制御するんかな、うん、エンジン音が変わる。エンジン音、モーター音。うまいじゃん。巻きつかんよ私が。おお、本当じゃ。やっぱ私のためにあったな。うん、そうじゃろ。調子の手だいぶ買ったわ。そうじゃろ。うまいな。まあもうちょっと借りよう。R ボタン押してみて。 R ボタン。あ、もうバッテリーがなくなった。え？嘘。バッテリー残量。ちょっとるよ。押さんでよ。多分。あ、大丈夫か。大丈夫？逆回転になった。詰まった。詰まった。カフカや。え？カフカなったよ。カフカ？取らないかんねん、多分。絡み取りとかも全然ダメやな。作動線は詰まりすぎちゃう。詰まりすぎや。あれだよ。それでいいんじゃね？多分。動く。こういうことや。そういうことや。絡み取りました。でも思いっきり絡んだらダメやな。そうやな、ピピッチュ音がして絡み取りが作動するけど、うん、さっきみたいにわっちいっぱい溜まったら、うん、ダメやな。絡み切らんかったな、うん、早く絡み取りちゃらないけんちことや。そういうことやな、はい。
詰まりすぎです。失礼いたしました。詰まりすぎですね。失礼いたしました。手でやります。おいたいた。いや今絡み取り線かって。あ線かってるな。取れません。お、取れた取れた、やったこれは面白い。なんか変な楽しみ方が楽しい。楽しいというか。ハスクバーナーとどう？あっちのナイロンコードしか私ハスクバーナー使ってないけん。うん、ちょっとこれはチップソーやけんね。うん、で比べるのも誰かもしれないけど、うん、まあナイロンコードはナイロンコードで、うん、そのコードが切れれば。全然問題はない。前私がうじゃうじゃなった時は、うん、これぐらいの丈のこういう同じこんな草やったわ、うん、だけど切れんもんやけん、うん、コードが、うん、だけん本当にもうもしゃもしゃなって、うん、はかどらんっちゅうのがすごい嫌やったやん、うん、でこれはこれもチップ層が、でもこれチップ層、このチップ層切れんよな。いまいちではあるけどもうちょっと切れれば、うん、もう全然問題ないと思う。なで、なんかな、ナイロンコードの方が良さそうな気がして、うん、結構、なんかパワーがパワーはあるあるけんな。で、自動的に、もう私ずっと握ったのと同じなんやけど、うん、こう草のこう茂り方とか、うん、そんなのによってここがこうモードが変わって、あ、そうなんや、勝手にね、あ、そうなん、回転数が上がっていく。ここのモードが変わるの？変わる変わる、1だったりこう3ぐらいにベーチになったりして。あ、そうなんや。そうそう、もうそんなことなるんや。頑張ってな、うん、こっちが何にもしてなくても勝手に、うん、頑張る、頑張ってくれる。俺と一緒やな。そうなん。で、それでな、うん、これ結構はかどるし、うん、パワーもあるし。バッテリーはどれぐらい残量？ちょっと逆さまにして、見て。ああ、まだ三つあるわ。なん十分じゃあらせんわえ。あら、本当やな。マキタに謝りよ。すいません。そんな、おこれじゃあ行くな。行く。一作業できるな。うん。うん、一作業できるわ。は？うん。え？まあこれがバッテリー切れるまでやってっちゅう話？いやいや、もうやめよ。8時はえ、8時はえ、もう昼になるで。なん、うんうん、ちょっと最後に俺使わして。はいはい、うん、頑張れ。のり麺ってみるわ。はい、のり麺な。はい、we'll be right back.
のり面はな、うん、こカバーが近いけん、うん、ほらこれ見てこう当たるんよ。あ、どういうこと？こうカバーが近いけんこうして当たるんよカバーが。ああ、そういうことな。もうちょっと離したいな。ああ、なるほどな、うん、でも草は絡まん。草は絡まん。草は絡まんけど、うん、よう枯れるわ。うんうんうん、ちょっとやってみようか。うん、よう切れるわ。よう切れる。ちょっと切れんけ、最初だけやね。いや、傷は切れんけど、うん、パワーがあるけん。パワーがあるけんね。ヒップ層が切れん、うん、今腕に切るよ、うんうんうん、テクニックだ。テクニック分かる。はいはい、テクニック。ああ、でも、あおー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 、いいね、いいね。なんか面白いわ、うん、面白くなる。ヘッドが重たいな。もういいけど、うん、やっぱのり面はヘッドが重たい分きついな。あ、やっぱ平地向き。うん、平地向きやな、うんうん、でこれがカバーが地形圏な、うん、さっき言ってみんね、こう斜面に当たる、うん、このまあ別に動かせばいいんやろうけど、うん、うん、まあ動かせばいいけどプロ向きの仕様ではないってことかな。うんうんうん、うん、平地を切れってことかな、うん、やっぱそれムキムキに開発はされてるやろうけどね。そうかもしれんな、うんうん、チップスよりナイロンコードの方が良さそう、うん、あのなるほど。パワーを上げるやろ、うんうん、あの草に合わせてパワーを上げるけん、うん、ナイロンコードの方がいいんじゃないかな。なるほどな。な、今度はナイロンコードで試してみる。うん、今度試してみよう。うん、まあ、今度やってみる。はい、はい、じゃあ今日はマキタの今流行りのマキタ、うん、ついに私も手に入れました。大蔵大臣に黙って買いました。勘定奉行ちょっとやさ、勘定奉行どっちかなって感じやけど勘定奉行にでもよかったです。あの、今度ナイロンコードで試してみましょう。やっぱあのモーターがここにあるんでヘッドが重たいっていうのは確かにそうですけどね。以上です、今日は。はい、あとここに草が詰まる、マキタさんとチップ層が切れんもう最初のお試しのやつやけど、うんうん、もうちょっと切るチップでもな。要はスターターセットで買った人は、うん、ご婦人の方とかこれ買った時にこの切れんチップ層はいかんと思う。ちゃんと切れるのをつけてあげないと、うん、確かにね、うん、きついわ、切れなかったら、うんうん、切れるチップ層をつけてあげない、そう思います。もうチップ層は他のを使うっていうことを前提かな、まあ、うん、でもそれは、まあ、これがなくなってから、うん、このチップ層がダメになって買い直ししてするんやけど、うん、やっぱ最初の印象があるでしょ、うんうん、初めて買って使うっていう時に、うん、やっぱしっかり切れる方が確かにね、うんうん、初めて草刈りする人がおるやろけん、うん、なるべく楽っていうか、そうそう、切れんかったらきちいけん、それもぜひ切れるチップ層をつけてほしいな、うんうん、あ、これチップも飛んだな。チップ飛んだわ。あららら、ここ、うんうんうん、な、うん、多分今石に当たったけんな。そうやな、このチップスはちょっとボロすぎるわ。ちょっと1000円値段を上げてでもいいチップス、うんうん、チップスをつけてあげた方がいい。そうやな、うん、やっぱファーストインプレッションが大事な、うん、じゃあ今日はあのマキタの電動盛り使ってみましたけど、
今後いろいろとちょっと試していろいろやっていきたいと思います。まあ、ジュコさんも使ってみて、うん、まあ、ハスクバーナーといろいろ比較しながら、うん、はいはい、いいレビューができると思いますので、はい、はい、ということで今日は暑い中の作業でした。ジュコさんありがとうございました。いえ、もう汗びっしょりやな。だらだら流れてます。またモザイクかけないかも。塗り直させていただきます。はい、はい、ということで今日の動画はこれで終了したいと思います。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。